ジョン・リトル・マクレランはアメリカ合衆国の政治家、民主党所属。1943年から1977年までアーカンソー州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。それ以前は合衆国下院議員も務めていた。マクレランはアーカンソー州グラント軍シェリダンで生まれる。家族は民主党支持で彼のミドルネームは 民主党の知事で会議員のジョン・セバスチャン・リトルにちなんで名付けられた。マクレランは法律を勉強し、1913年に17歳で弁護士になり、アメリカ合衆国で最も若い法律家となり、シェリダンで弁護士を開業した。マクレランは第一次世界大戦中の1917年から1919 19年まで、アメリカ陸軍通信部隊の航空セクションで、 中意として務めた。1919年に陸軍から戻ってきた後に、彼はアーカンソー州マルバーンに移り、そこで1927年から1930年まで第7司法地区の地方検事を務めた。1935年、マクレランは民主党の下院議員としてアーカンソー州第6地区から第74議会に選出された。 1937年には第75議会に再び選ばれた。彼は1938年の合衆国会員の再選には立候補しなかった。その代わりに彼は現職で、しかも米国史で最初の女性上院議員であるハッティ・キャラウェイに挑戦して落選した。1940年、1944年、1948年とマクレランは 民主党全国大会のアーカンソー州代表であった。この時代の間に彼は弁護士を開業するためにアーカンソー州カムデンへ移った。マクレランは1943年から現職のまま死亡する1977年までアーカンソー州選出の上院議員を務めた。彼の在職中予算委員会委員長と政府運営委員会委員長を22年務めた。マクレランは アーカンソー州の歴史で最長の在職をした合衆国上院議員であった。彼の上院在職期間の後半に、アーカンソー州は上院予算委員会委員長のマクレラン、会員歳入委員会委員長のウィルバー・ミルズ、会員通商委員会委員長のオレン、ハリス、上院外交委員会委員長の J ・ウィリアム・フルブライト、会員農業委員会委員長のトゥック・ゲーシングズ、 そして強大な会議時規則委員会の委員、ジェームズ・ W ・トリンブルとおそらく最も力強い議会の第二委員団を持っていた。マクレランはまた上院常設調査、小委員会委員長も18年務め、ニュージャージー州フォートモンマスの合衆国陸軍通信部隊での破壊工作の審理を継続し、そこではソ連のスパイのジュリアス・ローゼンバーグ、アルサランと ジョエル・バーゼニン人が1940年代に働いていた。1957年、マクレランが議員になる前からの法律事務所の共同経営者の一人であったモード・クロフォードがカムデンで失踪した。彼女の失踪は未解決のままである。マフィアがマクレランに圧力をかけるために誘拐されたのではないかとも考えられたが、脅迫状が届けられることはなかった。 失踪事件は国際的な注目を集めた。彼は有名な陸軍イコールマッカーシー公聴会の参加者で、これらの審理を行った上院議員ジョーゼフ・マッカーシーに抗議して、その省委員会への民主党の欠席を指揮した。マクレランは2005年の映画グッドナイトグッドラックで、その実際の公聴会の場面に登場した。彼のリーダーシップのもと、 委員会は有名なマクレラン委員会を指揮した。これはより一般的には1963年の公聴会よりバラキ公聴会としても知られ、アメリカ全土の組織犯罪活動を捜査し、チームスターズの幹部とマフィアの連携を集中審議した。最初のアメリカのマフィアの密告者、ジョゼフ・バラキは1963年にマクレラン委員会の前に現れ、 合衆国とカナダにおけるマフィア活動の目撃団をアメリカの公衆にさらした。マクレランは組織犯罪に対する取り組みを政治的転覆工作の捜査に切り替える1973年まで続けた。この時代に彼はロバート・ケネディを主席顧問に雇い、彼を全国的に注目させた。マクレランは多数の防衛関係の納入業者やテキサス州の 投資家のビリー・ソル・エステスを含む多くの政府の汚職事件を捜査した。1972年の最後の上院選挙で、マックレランは同僚の民主党員で当時が州国会議員のデビッド・プライヤーを党の決選投票で52%対48%の僅差で倒した。その後、彼に対抗して出馬した唯一の共和党員である当時アーカンソー州。 ノース・リトル・ロックで獣医師をしていたウェイン・バビットを61%対39%の差で打ち負かした。1974年、マクレランはフォード大統領に対して、リン・エイ・デイビスをリトル・ロックの連邦保安官に再指名するのを指示しないと伝えた。マクレランはデイビスが党派心が強すぎると主張した。強硬なマクレランを沈めるために、 フォード大統領はデービスに変えて、ペリー軍のレイ・イ・ブレイロックをデール・バンパーズの対抗馬として指名した。マクレランは人生で多くの私的な悲劇を経験した。彼の2番目の妻は1935年に脊髄膜炎で死去し、息子のマックスも1943年の第2次世界大戦中にアフリカで勤めている間、同じ病気で死亡した。 彼の息子のジョン・エル・ジュニアは1949年に自動車事故で死亡し、1958年には息子のジェームズ・エイチが飛行機事故で死去した。マクレランは1977年にアーカンソー州リトルロックで死亡し、リトルロックのローズ・ローオン記念公園に埋葬された。アメリカ陸軍公兵司令部が管理するアーカンザス川のマクレランカーカー線航行システムは、 彼の名前にちなんでいる。ウォシトバプチスト大学には彼の公式文書が収められている。ありがとうございます。